幸せの日本当はいらないこの際の夢と汚された今日そこに腕太く染め上げて食べるやがて空は闇へ冷酷なお別れにたくさんの命たちまたたくまにこの全空気を作れと命じてるが国を立て行くことだけはできない子供を叩いた妻の腕を聞き逃げ出した聞こえる足音彼らを映るよ持つの女振り上げた狂気は容赦なく愚かの背で手を叩いた海は美しで赤く笑う怒りなく死なずまず出去られた子供たち全てこの腕子供に切り裂かれなくしたなぜこれほどまでに追い込まれ奪われねばならぬのか低い声で男が言い放つ次は僕が奪うまずは腕次に光そして全ての一人この幸せ奪い去る世の中に誰もが持つはまだまだしき黒鬼門憎しみと怒りを封じたそれを一度開ければもう戻れない目を開けて崩れ去るのを優しき彼はもういない見出す中はつまめの自由を安堵さえした狂気の道筋自分のから腕を小さな子供を知りませんかと聞かれたならばそれはかの夫婦男の腕は魔物のように爪が長く大きい鋭いで今なお腕と目を持ちながら徘徊をし続けているらしい